こんばんは。久々に動画を撮ってます。前髪が切りすぎの状態だったんですけど、いい感じの状態に伸びてきました。最近の近況報告をしようかなと思うんですが、今月末をもって12月から働いていた仕事を辞めました。その辞めた職場っていうのが、以前に動画にしたんですけども、トライアルで働きたくないなって思っていた職場なんですけども、結局働きたくないと思いつつも、その職場で働いてみたんですね。まあ、もしかしたら初日だけ辛かったのかなと思って、とりあえずすんなり決まったっていうこともあって働いてみることにしたんですね。で、働いてみたんですけども、納得できない部分とか受け入れられない部分っていうのがあって、どうしても自分の力だけでは改善できない。YMS が終了するまでずっと働き続けるのはしんどいなって思う職場だったので、3ヶ月経った時に職場の上司に「来月で辞めます」っていうことを伝えて、4ヶ月働いた後に退職をしました。で、今週は有給があったので、有給を消化している途中です。日本だと有給は半年働かないとどこの企業でも付与されないと思うんですけど、まあ例外はあると思うんですが、大体の企業で半年経たないと有給は付与されないと思うんですね。ですけど、イギリスは1ヶ月働くともう有給が付与されるので、なので今は有給を消化しているところです。で、そのトライアルで嫌だなって感じたのに、なんで働いたかっていうと、銀行口座が開設できなかったので、もしかしたら職場の人に証明書を書いてもらえば銀行口座を開けるかなと思って、そういった思いもあって働いてみたんですけど、実際は職場の人にはお願いせずに自動車免許を使って住所証明を取得したので、結局職場の人にはお願いせずに自分で自動車免許を取得して銀行口座の開設をすることができました。そちらの職場で長く働こうとは思えなかったので、一応メリットとデメリットを考えて退職をしたんですけど、これが吉と出るか凶と出るかは分かんないんですけど、ひとまず現時点の私なりにメリットとデメリットを考えて退職をしました。で、仕事探しをしなきゃいけないんですけど、今ちょっと休憩しようかなと思って、今週はゆっくりしようかなと思って、あんまり何もしてないです。まあ一応英語学習と、あとは家で映画見たりとかしてますね。ハリー・ポッターをひたすら見返してます。仕事のどんなところが嫌だったのかとか、どんなところが良かったのかっていうのは
そのうち気が向いたらお話しようかなと思うんですが、この動画を上げてる頃にはいい方向に向かってってくれてるといいなと思います。でまあ次の仕事を探さなきゃいけないんですけど、動こうって思える時まで何もしないでおこうかなと思って、今は充電してます。ということで今日の動画はこちらで終了したいと思います。